とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーを釣り竿で攻略していきましょう。今シーズンも釣り竿があります。最近、毎回あるよね。毎回釣り竿がある。これはもう使えっていうことでしょう。で、釣り竿はね、17回の報酬でちょっと後の方にありますね。できれば序盤の方が良かったんだけども、まあ仕方ない、ボスから倒していきましょう。真ん中にしてと、連打と。待って待って。なった?なったね。オッケーオッケーオッケー。はい。あ、そうか。ここのボスはさ、釣り竿ダメだ。反動ダメージ受けるわ。そうだった。まあまあ、コブクロス棒で、なんとかしましょう。うんうん。なんとかそれで倒そう。これ逆に難しいわ。本当に。これはね、釣り竿を使わない方が今回いいかも。21回でーす。ここのリープリーフも、これだと余裕だな。いや、そうでもない。ちょっと待って待って待って。毒ダメージが痛すぎるわ。機動力がないからね。機動力がないから、まあ、そこがちょっと裏目に出て、逆に難しくなる感じではある。22階のクリーパー部屋とかもこれだったら余裕でしょう。いや、余裕でしょ?寄ってくる前に倒せるんで、あ、レイスがちょっと難しいかなと思ったけども、全然な、大丈夫、なんてことない。届くよね、届くね。うん、余裕余裕。はい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 。ここはね、釣り竿が余裕だわ。で、この草刈りはもう任せて。草刈りはもう絶対余裕だから。あ、いや、ちょっと待って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 、食らったらいかん。これ食らっちゃいかんよ。でもこの最終局面は余裕なはず。いけ。うんうん、いいね、いいよ。26回です。まあ問題ないっしょ。中心部でブン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 やっとけば。いや意外と減る、意外と減るな。いや、でもなんとでもなるね。愛のメダルもあるし、弓もあるんで、全然なんとでもなります。よし、終わりかな。26回クリア。これはね、もうボスは楽勝だよ。ボスは楽勝。何もいりませんね。いいね。攻撃力重視でいこう。攻撃力を重視して。まずは一気に伸びを叩く。いけるか?一気にいけるか?いや、厳しいか。うん、一気にはちょっと無理だわ。あ、でもまあ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 、そこそこ一気にいけたね。ドラ!よっしゃー。うん、まあ、いけるにはいけるけども、今回は、ちょっと相性が悪いかもしれませんね。なので、釣り竿よりも普通にボーンクラブで行った方が楽なような気がします。はい。まあ、とりあえず、報酬見てみましょう。いまいちだな。うん、最強のやつは作れる。最強のやつ作れるんだけども、まあ、持ってるし、ハンマーはいまいちなんだよな。あ、ソウルフォーカスさん、おー、いいのつくよ。あ、これは良くないけど。はい。ということで、今日は釣り竿でタワー攻略でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。